すべての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に私たちは囚われ続けている。これは呪いか、それとも罰か。不可解なパズルを渡した神に、いつか私たちは弓を引くのだろうか。こちら司令部、夜波部隊応答してください。こちら 2B、 前期無事に成層圏を突破、自動航行システムに問題なし。こちらオペレーター6O、 前期反応確認しました。現在対目標50キロ地点を通過。敵防空圏内で突入後、マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。了解。いやー、 12H ロスト、前期マニュアルモード起動、目視で回避。すでに起動、移動操作可能。長距離レーザー発射点を確認。11B ロスト、装備 HO229 のキャンセラー効果なし。前方に敵機確認。火器使用を申請。火器使用の許可をします。セブリーロスト、ワンディロスト、規定により早期 2B が隊長任務を継承。周囲に敵機多数確認。軌道形態への許可を申請。軌道形態への移行を許可します。
通信衛星は FSCIAU が軍距離で前で退却し、近距離攻撃装備起動。敵反応多数確認。見れば分かるよ。敵の破壊を確認。いや、これが目標大型兵器。危険。当該敵は目標ではない。速やかな排除を制止。簡単に言う、ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。2B さんですね。僕は 9S です。